こんにちは。今回はプラスアルファなブランドから登場したこちらのフィギュア、フィギュリズムアルファのレモを開けていきます。フィギュリズムアルファは表現力、仕上げ、彩色の粘性ポイントにプラスアルファしたフィギュアブランドということですね。プラスアルファでないフィギュリズムはジャンヌを持ってますが、サイズが7分の1に比する大きさだってブランドイメージがありますね。事前情報ではサイズが 23cm とプライズとしては大きいので、アルファとなっても大きめのサイズなのは変わらないようですね。個人的には予定通りに登場して1000円という安価な値段と、その前に今回からプライズは重心調べてます。重心位置はちょっと上で、横も少し左寄りですね。ゲットする時の参考にしてみてください。さて、値段としてはゲームの景品なので手に入れるには人によりぶれるでしょうが、まあまあ沼ってもフィギュアとしては安価なところで落ち着くでしょうから、安価で予定通りに登場してくるプライズフィギュアに不満は一切ないですね。予定通りに登場って点ではプライズはとっても優秀ですね。ちょっとしたデザインのミスとかで遅れたの見たくらいで、ほぼ予定通りに登場してますからね。数も出ているだろうにあっぱれです。さて、さっき重心見ましたけど、ブリスター見ると納得ですね。台座とモーニングスターが上目で、本体がモーニングスターの分左に寄ってます。しかしモーニングスターは鎖が長いですね。普通に持て余しそう。本体は保護なしでブリスターに収まってます。プライズですからブリスターに収まってるだけで大したものです。台座はブリスターに貼り付けです。簡素ですが必要十分なパッケージングでしょう。台座は簡素ですが大きめですね。さて本体ですが、 AMP レムの初版よりは綺麗な印象です。汚れない黒が実にシックです。足はカチコチで腕は少し柔らかいです。耳の方に汚れがありますね。チークがあるので無茶できませんから、ここはこのままで。お顔周りの残念ポイントはもう一つ、左の口元から顎にかけて接着剤がついてますね。接着剤のところは光が当たるとキラッとします。後で削ってみるのもありかなと思ってますね。逆に、お、と思ったのは、スカートとペチコートが独立してるところですね。プライズだと、白いペチコートのフリルだけ造形されて、白いフリルを黒いスカートにベターと貼り付ける、簡素な作りのものもありますからね。このレムは独立してるので、別体感はバッチリです。ただ、隙間が開きすぎると、それはそれで不格好ですから、塩梅が難しいです。では組んでいきましょう。左2本右1本のダボなので間違いようのない台座の組み付けです。モーニングスターを握らせますが、これがなかなかに硬いです。グリップのない手袋なので余計に難儀しましたね。チェーンは金属製なので表情付けはお好み次第。チェーンは容易に握らせることができて、鉄球も好きなところで止められます。一番下まで落とすとこんな感じですが、元へ通りの位置がやはりしっくりきますね。鎖が足元に散らかるのが気になる場合は下に下ろすのもありですね。って感じでフィギュリズムアルファレムできました。では詳しく見ていきましょう。このレムはリゼロ第2シーズンブルーレイの特典ポスターからの立体化ですね。その絵ではキリッとした表情ですが、このフィギュアでは少し柔らかいお顔となってますね。
レムはもう数えるのも諦めるくらいたくさん立体物が世に出てますが、大体は可愛らしいメイドさんのフィギュアですから、モーニングスターが似合う形のものはあまり見ない仕様です。キャラの名場面は人の数だけあると思いますが、私的にはモーニングスターを振るうレムが一番印象深いですね。その時の衣装は当然ロズワールのメイド服ですから、発表時に一目でいいねと思ったフィギュアでしたね。期待のマックスだっただけに泥人形にはならないでとお祈りしていましたが、量産品も期待を裏切らない品質で安堵しました。もちろん上を見ればギリはないですが、プライズ品でこれ以上は望むべくもないでしょう。正直なところこれを6000円で出せましたねと驚くくらいです。頭とモーニングスターは別景品で取ってくださいって携帯でもおかしいと思わないフィギュアでしょう。プライズ品らしいパーティングラインや塗装の粗さやプラのちょっとしたテカリもあったりしますが、不満は一切ないですね。7分の1スケールに資する大きさで、モーニングスターが似合う引き締まったレムの造形で、塗装した完成品が1000円はやばいですね。かっこいいレムをよく出してくれましたという感じです。モーニングスターも金属製のチェーンがついていたり、精密感のある仕上がりです。持たせるときは硬くてこじりましたが、塗装が剥がれることなく、また綺麗な塗装が施されてますね。鉄球も同様ですが、スパイクの先端は丸いです。グッスマのは痛いですが、こちらは普通に触れます。組んでるときも触れましたが、スカートの裾はベチコートと別体です。プライズだと予算の関係で一体成形か、フリルだけ別パーツで黒いスカートに貼り付けるって手法をよく目にしますね。このレムは腰まで別パーツのペチコートですから、別体感があっていいですね。ペチコートは裾をキュッと縛った上はツルツルな生地感になる仕上がり。このフィギュアのメイド服はバニエ着たみたいにふんわり広がっているので、中が見えやすい傾向ですから、裏地までしっかり作られているのはポイント高いですね。私的に大好きなデザインのロズワールメイド服もよくできてますね。エプロンフリルはもうちょい立体感欲しかったですが、そこ以外は文句ないです。黒も塗装されてないと思いますが、とても綺麗です。よく見ても塗装されてるか判断つかないくらいいい味の出た黒いメイド服ですね。綺麗なので塗装というよりアルファな技術の賜物でしょうね。白いラインもしっかり引かれているので、メイド服がとてもシャープに見えます。メイド服は良い出来ですが、特にいいのは背中周りですね。背中のバッテンも別成形で見栄えがとてもいいです。肩のフリル、首のフリル、腰のフリル、背中の人体的な柔らかさと背中に見どころが詰まってます。このメイド服はどこから見てもいいですね。スケールと並べるとどうしても見劣りするのが塗り分け部分でしたが、このレムはメイド服に関しては見劣りしない仕上がりに見えますね。メイド服にはアルファな技術がふんだんに盛り込まれていることでしょう。では最後に気になるポイントを。量産に関することは値段もあって不満はありませんが、造形面では気になる点がいくつかありますね。顔を見たとき違和感を覚えて、瞳が大きいのかなと最初は思ったんですが、バランス的には顔が小顔なのが原因ですね。
ケール的には瞳の大きさはそのままで、頭と顔が一回り大きいのが理想でしょうか。その辺はフッスマレムと比較するとわかりやすいですね。頭というか上半身丸ごと一回り横に大きいといいくらいのバランスです。元絵もフッスマレムのバランスが近いですから。フィグリズムは腰から上が細い造形となってますね。最初は目が大きいのかなと思いましたが、当たらずとも遠からずでしたね。バランスを取るなら小さめの上半身に合わせて瞳を小さくするのが一番手っ取り早いかと思います。そうは言っても元絵やヌスマレムと並べて気づくバランスですからね。このフィギュア単体で見るとそこまで違和感はなかったりしますね。ただやっぱり瞳は大きいと感じます。元絵はアニメキャラデザジの絵柄ですが、原作のテイストが強くありつつアニメでも見慣れた絵柄ですね。その元絵に比べるとこのフィギュアは瞳が大きく見えます。フェイトエクストラのネロ並みに大きな瞳ですから、リゼロキャラだと大きく感じてしまいます。アイペイントも細かな印刷で色々と色が入っているので、アルファなところを見せたくて瞳が大きくなっちゃったんじゃないかなと邪推したくなりますね。あとはお胸がハト胸っぽいのが気になりますね。デムは天然物で持ってませんが、カップにパッドが入っていそうな盛り上がり方してます。このメイド服は胸が目立つので、もっと滑らかな曲線だとなお良かったですね。ではでは、フィグリズムアルファのレムをここまで見てきましたが、メイド服、モーニングスター、キリッとしたレム、そんな要素が入ったフィギュアはこれまでなぜかありませんでしたからね。プライズなのでノンスケールではありますが、7分の1のサイズ感のフィグリズムで出たのは強行でしょう。しかもアルファということで、おそらくは新機軸も取り入れてるんじゃないかと感じさせる品に仕上がってますね。塗装しているとはっきりわかるのは紙ですが、そこについてはプライズクオリティですので、アルファな要素はなさそうですがね。何にしても1000円ですからね。昨今のスケールの値段見てると、こんな値段で一体作れるのは、信じられないともろ手を挙げたくなりますね。フィグリズムは男性キャラが多い中で、ポンとジャンヌとレムが出てきましたが、今のところ女性はこの二人だけですね。このレムを見ていると、双子の片割れも出してほしいなぁと思ってしまいますね。残念ながら予定はありませんが、今後に期待したいところです。そういえばプライズだと、対等 AMP レムの時も、ラムは出てきませんでしたね。フィグリズムレムの元絵である特典ポスターもレムだけなので、その点でも、ラムの立体は望み薄なのが残念です。ラムは象徴する武装がないので、モーニングスター装備のレムと並べられるフィギュアは厳しいですが、だからこそ見てみたい思いもありますね。いつの日か登場したらいいなぁとお祈りしつつ、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。またよろしくです。